はいみなさん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。2次間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中一目金、衡表トレンドレス、ストキャスティックス、開始シグナルが点灯ということで、2次間足ベース、底堅く推移と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二亡リンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線上昇しております二亡リンジャーバンドの上昇トレンド進行中です二時間シストキャスティックス回シグナルが点灯二時間足一目均衡表は明確なトレンドは出ておりませんそれでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思います はいまずは東のボリンジャーバンド、緩やかな上昇傾向、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、いシグナルが点灯。8時間足、ボリンジャーバンドトレンドレス、ストキャスティックス、いシグナルが点灯。こちら、4時間足、ボリンジャーバンドトレンドレス、ストキャスティックス、いシグナルが点灯。 60分足ボリンジャーバンド上昇とン動進行中、ストキャスティックス買いシグナルが点灯。はい、30分足ボリンジャーバンド上昇とド動形状、ストキャスは売りシグナルが点灯。最後15分足ボリンジャーバンド上昇とン動進行中、ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということです、はい。それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。 まずはサポートラインです。サポートラインは145円の50レベル。145円の50レベルと考えております。続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは146円の50レベル。146円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引が1万通貨1 6と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はいいそういうことでドル円本日ロンドン市場の予想レンジです。 145円の5万レベルか146円の5万レベル145円の5万レベルか146円の5万レベルということですはいポイントアメリカ10年祭4%回復146円台突入ということでいまずは昨日ニューヨーク時間なんですが昨日ニューヨーク時間米国がキング牧師誕生日の祝日という,いうことで、まあ、市場参加者が少ない中ドル円なんですがニューヨーク時間序盤に145円の94 5まで上昇その後は方向感の乏しい展開ということで、145円後半レベルで揉み合う展開となりました、本日、アジア時間なんですが、本邦、12月、国内企業物価指数が市場予想を上回り、本邦長期金利が上昇、さらに日経平均が南朝に推移したということで、ドル円は145円のな576まで下落。 ただ売り一巡後なんですが日経平均が下げ幅を縮小したほか、アメリカの十年債利回りが4%を回復ということでドル円は146円の2万レンジレベルまで反発しております。そんな中、二時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中一目筋5日トレンドです。ストキャスティックス回帰しが利が転倒ということで、ノレ本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えております。ノレ本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く推移と考えております。 はい、続きまして通貨強弱と板情報ということでまずは左手ボラティリティーツール。 はい、二時間足ベースです。一番強い通貨、豪ドル、その次、ユーロ、その次はポンド、その次は日本円。最弱通貨、豪ドルとなっております。続きまして、右手側。外貨ネクストネオのお客様の板情報ということで、まずは売り注文からです。百四十六円の二丸より上ですね。断続的に売り注文。溜まってきております。ストップにつきましては、百四十六円の五丸に溜まりつつあるようです。続きまして、買い注文です。百四十五円の八丸より下ですね。えー、買い注文 もたまってきております。ストップにつきましては146円の10、145円の75にたまりつつあるようです。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。